はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日ですね、こちらのというかですね、もう Mac がね、新しいのが出たということでですね、ずっとね、私も追ってたんですけれども、もう最近はですね、てか M1 以降、 M1 の時はもうすごかったですね。こんなにスペック高くてこんなに安いのみたいなね、インテル版より安く出てみたいなね、でスペックめちゃめちゃ良くて倍以上いいのかな、良くてですね、こんなスペックでこんなにいいのみたいな思ってたんですけれども、なんかですね、それ以降追ってなかったんですけれども、なんかね、こうしれっと出てるということでですね、ちょっとですね、なんでしょうね、たまにね、相談を受けるんですけれども、そのどういうスペックの Mac を買ったらいいのかみたいな、 Mac 欲しいんですけれども、なんか新しいに出たしどういうの買ったらいいんですかってあるんですけれども、まずですね、ちょっとですね、見ていきたいと思うんですが、まずね、 MacBook Pro も新しくなりましてですね、なんかチップが M4 になったみたいなね、噂を聞くんですけれども、いや噂っていうか、まあ別にあ、これね、 M4 が出たということでですね、ね、なんかすごいらしいみたいな、すごいらしいって感じなんですけれども、このですね、 MacBook Pro は最大 3.4 倍の速度、 M1 と比較して 3.4 倍ですからね。私が使ってるのが今 M1 の MAX やったかな、そうですね、 M1 MAX でメモリが 64GB で、SSD が 2TB って感じなんですけれども、まあそれで今でも全然十分スペックを持て余してるんですよね。音楽やったりとかですね、この動画ぐらいだったらもう全然十分ですね。その私の動画ぐらいだったら全然十分すぎるぐらいの性能ですので、まあね、これそれの 3.4 倍速くなったって言われてもですね、こっちが追いつかへんこっちが追いつかへんよっていう話なんですけれどもね。まあね、でも高いことに越したことはないんですけれども、これですね、まずですね、このですね、そもそも M1 から、そもそも M1 からですね、まだスペックを生かしきれてないんじゃないのかなと思いましてですね、この Mac のそのソフトウェア的な問題ですよ。私の個人的な問題もあるんですけれども、ソフトウェア的な問題からもですね、まだ生かしきれてないんじゃないかなっていうのもございましてですね、最近かな、何でしたっけ、なんかいろいろね、アップデートが入りまして、まあ M2 ぐらいの時かな、 M2 が出た時ぐらいにようやくこのね、あのロゼッタっていうやつを越しに起動してたんですよ。あれですね、あのインテルっぽい感じになるっていうか、その M1 アップルシリコンにそこまで対応してないからっていうので、ロゼッタっていうのがあったんですけれども、ロゼッタ越しにだったら起動するものがロゼッタなしで起動するようになったんですよ。最近って言っても、まあね、もう本当、なんでしょうね、年のせいか、ここ2、3年が全部最近なんですよ。2、3年どころか、3、4年どころかね、ここ5、6年どころかが最近なんですけれども、そのね、最近ようやくですね、ロゼッタなしでも起動できるようになりましたみたいな、安定して動かせますってなってからですね、全然、それでも持て余してるんですよ。そんな中ですね、こんな M4 なんて出られたらですね、で、逆にですよ、まあ逆はまあいっか、逆はまあ、いやいや、逆にからいきますか。まあとりあえずですね、こうね、いろいろあるんですけれども、Mac ね、いろいろ出ましたで、こんだけ早くなりましたってあるんですけれども、ここにですね、書かれてないこととかも多々ございましてですね、実はそのパーツが、そのね、今現在皆さんがお持ちのオーディオインターフェースとか、まあいろんな機器に対応してないっていうことがですね、あるんですよ。その、まあ M4 はもちろん対応してないと思うんですけれども、それ以前にですね、なんかこのチップのこの認証機能が邪魔をしてみたいなとかですね、あるんですよ。そういうのがあるのでね、なんかですね、まあこれね、あとまあ高いしね、こんな調子乗ってこんなん買った日にはですよ、もうもっとね、ハングリー精神を湧き立たせろっていう話なんですよ。いや、ちょっと飛びましたけれども、今話がね新しいもん出て、まあ、Mac mini はね、若干ありっちゃありかなと思ったんですけれども、 Mac mini でもまあ若干高い、でもそれでも日本ではまだ安い方らしいですね。で、じゃあなんなん、これから始める人はどうしたらいいのみたいな、これが対応するの待てばいいのみたいなですね、思われるかと思うんですけれども、ちょっとですね、値段見たいですね。てか、まあどれぐらいの性能になってどうなったのか、まあ、Mac mini はどうなんやろな。そもそも Mac mini ね、なんかモニターとかあってっていう人はいいかもしれないんですけれども、なんかもうそういうのも全部買い替えた方が、新しいものに対応、買い替えるのもあれなんで、なんでしょうね。まあ、その、グラフィックとか気にしないって人はいいんですけれども、なんかこうね、やっぱ綺麗な画面で作業とかしたいじゃないですか。そっちの方がテンション上がるし、変えた感あるし、なんかこう、昔から使ってる画面で、いくら性能が良くなろうが、なんかね、あんま変えた感ってないじゃないですか。なんでですね、まあ私ね、これ Mac mini いいと思うんですけれども、この中で買うなら、まあそうですね、iMac もね、これちょっと画面小さい上にね、この、なんていうんですか、ありなんですよ。これね、これだけで完結するってありなんですけれども、じゃあいざ持ち出したいっていう時にですね、ちょっと不便じゃないですか。なんで、まあ持ち出す用のパソコン持ってる方はこれでもいいと思うんですけど、それにしてはちょっとスペックがですね、ちらっと見たんですけれども、なんかそこまでめっちゃいいやんこれっていうわけではないかと思ったら、めっちゃいいやんこれですね。10コアの CPU、まあでも10コアか。今の M1 MAX が、これ12やったかな、うちのやつが。なんで、それよりはちょっと劣って、
ちゃうって考えたら、でメモリの32ということでですね、まあ32あれば十分っちゃ十分なんですけれども、わかんないです。私今64積んでて困ったことがないので、まあ32が足りるのかどうかっていうのはわかんないんですけれどもどうなんでしょうね。でまあ2テラのストレージということで、ストレージは別にこれ何でもいいと思います。その置きっぱなんで、外付けのですね、なんか SSD 買えばいいと思います。その M.2 とかですね、を買えばいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあこの中で買うなら、てか次、今私がですね14インチの MacBook Pro を使ってるんですけれども、 M1 のですね、まあ次買うなら、あの16インチでしたっけの MacBook Pro がいいんですよ。なんかですね、気づいたんですけれども、14インチのパソコンを持ち運ぶときってカバン持っていくじゃないですか。そのカバンにですね、この10、これ14やけれども16インチ入るんですよ、多分ね。てか最近の、あとなんていうんでしょう、最近のギターバッグですか、もう全然16インチが入る大きさなんですよね。なんでですね、全然16インチの方が良かったなって今考えたら思いますわ。あとですね、それだけで作業するじゃないですか、向こうに行って作業するためにノートパソコン持っていくと思うんですけれども、やっぱりですね、大きい方が作業早いっすね。あーこれ何やったっけ、どれやったっけみたいなね、うわちっせーみたいなとかね、そういうのもうほんと煩わしくなっちゃうんでね。でそう考えたら、私は次この16インチの MacBook Pro を買おうかなって感じですね。まあまだ買わないですけど、まだ全然スペック持て余してるので、でまあ SSD もね、なんやかんや持ち運ぶって考えて4テラぐらいあったらいいかなって。まあそれはね、8テラあったらいいんですけれども、8テラあると次のパソコンも8テラないと映せないんですよ。それがね、次買ったパソコンが2テラが安く買えたとしたらですよ、で中に3テラ入れてたとしたらね、もう映すも大変とかになっちゃうので、なんか削除してとかね、やるのも大変とかになっちゃうので、まあね、これはまあ何でもいいとして、じゃあ SSD はそれじゃ、まあじゃあ何でもいいとしてね、16インチそうですね、だからもう持ち運んで作業するってなったらですね、14インチより16インチの方がいいですね。まあただね、私ね、その傷ついてショックっていうのを過去に出させていただいたんですけれどもね、動画で。まあこうね、大体これぐらいのスペックあればいいかなっていうので、994,800円なんですけれども、まあいかんせん高いっすよね。でですね、しかも M4 じゃないですか、これ M4、 そうですね、 M4MAX チップということでですね、その M4 がね対応してること、あとね、なんか変な認証とかね、そのパソコン内で勝手にここに書かれてないこととかでやられたりするんですよ。なんでですね、まあ UAD も、初めてた頃ですね、 M1 で使えないみたいなのあったんですよ。でその噂がこう割と広まって、でなんかですね、いろんなところから使えないって感じだったんですけれども、で公式も確か使えないって言ってたんじゃなかったかな。でなんかアップデートお待ちくださいみたいな感じだったんですが、まあ海外2機がですね発見して、起動時にですねセキュリティレベルを下げると全然使えるっていうのでですね、まあその作業をすると使えるんですよ。でですよ、ちょっと話しておりましたけれども、まあそういうね、使えないということがございますので、まあ M4 ね、これまあ待つか、もしくはですね、それともそんなね、こんなこれに100万払ってね、そんな意気込んでじゃあやりますって人もですね多分いないと思いますので、しかもそんなね、もう生意気じゃないですか、100万ね。100万払うんですよ。それだったら、なんかもうちょっとね、いいのないかなっていうので、このね、Mac の整備品ってやつがあるんですけれども、もうね、私ここでしか買ってないですね。安いんですよ、ここだとね。で、例えば、だってもう88万、さっきよりもね、20万ぐらい安くで買えてですよ、これ。16インチのね、MacBook ね、これ、スペックどんなもんやしよ、ということでですね。40コアの GPU、まあね、12コアの、まあ、M3 ほどもなくてもいいんですけれども、もう M3 しか扱ってないかな。で、M1MAX でね、ぶっちゃけ、だいぶ上等っすね。もう音楽とかですね、軽い動画編集っていうか、もうそんな CG ガンガン、トランスフォーマーとかね、もう、俺はアバターを作りたいんやとかね、そんなんだったら、あとアベンジャーズね、アベンジャーズ並みの映画を作ってやるとか、まあ、それはこれでもいいかもしれないんですけれども、とかだったら、なんかね、また違うかもしれないんですけれども、普通にね、こう、人に提供するもので、なんかこう、普通なもの、普通に、なんていうんですかね、あ、書き出しに1日かかるとかですね、そういうのはないので、全然もうこれで十分、てか、これでも十分、128GB ですよ、メモリー。ねえ、ていうかもうこれでも十分すぎるな。でストレージ8テラでしょ、これこんないらんなこんないらんな、だから40万ぐらいであるんじゃないかな。まあこの辺の16インチちょっと見てみましょうか。45万8000円とかで、まあ32はちょっと心もとないか、メモリが。そうですね、なんか M2M3 あたりでちょっと一気に値上がったので、なんか M1 の16インチの中古、あ、これとかでいいじゃないですか、もうね、 64GB で、あ、これ14インチか、14、14、16ということで、52万6千円ということでですね。まあ、これでも48ギガのメモリ。まあ、48でも十分なんですけどね。で、1テラバイトの SSD。まあ、こういうので全然いいんですけれども、もっと安くで始めたいですよね。どうせならね、安くで始めたいということでですね。で、メモリはやっぱりですね、8じゃちょっとき
暑い。まあ8でもあの昔インテル搭載してた時の8はもうマジで終わってたんですけれども、なんかですね M1 になってから8でも全然使えるっちゃ使えるんですけれども、ちょっと余裕欲しいじゃないですか。なんで16は欲しいと思うんですよ、メモリですね。でまあエアーね、エアーだと端子が足らないとかで、端子拡張しなきゃとかなるとですね、結局ね、なんか大変になっちゃうんで、ね、もう周りもこまごまして机も散らかっちゃうので、まあなんか初めから結構させるやつの方がいいかなと思いましてですね。まあ例えば、プロのいっちゃん安いやつで、まあ M、それでも M3 なんや。M3、なんかこれで M3 買うのもちょっともったいないな、まだ。ねえ、もうちょっとここに M4 が並び出したぐらいの M3 だったらもうちょっと安くなってんのかな。あ、これとかですね。まあ512で工夫する。とかしたらこれだったらまあ十分10年ぐらいいけるんじゃないですか。いや、わかんないです、10年いけるかわかんないですけど、私のモデルがですね2021でまだまだ使えるんですよね。もう2021でね、まあここで変わったんでね、その2020年と2021でだいぶ変わったので、そこで変わったのにだいぶ使えるのでね。というわけでですね、もうなんかね、新しい Mac 買うならパソコンとかね買い替えるならこの整備品から選んでくださいっていう話なんですよ。それでもですね安く使えて十分使えて、もうねぶっちゃけそんな変わんないですね、そんな M4 と。でしかも M4 だとわっきわかんないね、今までのが使えへんみたいになると思うんですけれども、 M3 だったらギリアップデート対応してるとかいう可能性もございますのでですね、 M3 から選んでくださいという話でございました。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。